今日は予防接種行くのにちょっとだいぶ不安そうですな。我が家の愛犬。やっぱり不安で、うんちしてる。不安でちょっとうんちしてるね。もうちょっとでいけるからね。はい、今日はですね、財布さんからメール来ました。財布さん、黒のスイスザブロックチェーンシリーズの紹介動画を公開しました。こちらメール来ましたね。私を励ますメールですね。っていうのはですね、なぜそう励ましのメールかと思ったらですね、ネムモデル入札会場、こちらっていうのはですね、この要はこのメールはクロノススイスザブロックチェーンシリーズ、要はクロノススイス製の時計を買いませんかあなた、で入札会場はこちらってことで、こちら財務さんのホームページですね。クロノススイスブロックチェーンシリーズに入札しようってことですね。で、このクロノススイスの時計ですね、ネムバージョン、はい、入札金額、はい、54,000、はい、私円も何も言ってないですよ。54,000、53,600円、38,000、これね単位なんですよ、あくまで。っていうのはこれはですね、はい、財布で口座開設をして本人確認が完了している方が必要あります。で、ですね、最低入札価格ですね、これ9000フラン、相当から入札可能。要は9000フラン以上出せない人はこの高級時計買えません。はい、9000フランというのはですね、日本円換算、約100万円相当しますね。はい、はい、Google 先生で1フランいくら聞いてみました。1スイスフランは 111.99 円。つまりですね、 111.9 フランかけることの9000フランですよね。107万7100円から入札可能な時計だそうです。で、今ネム20円切ってますから、5万ネムで100万以下なんですよ。だから5万4000とかで1,2,3,4,5,6,7,8、たった8本しか注文ないっていうか、まあそれでもまあ800万ですからね。私ちょっと厳しいんですが、この購入めちゃくちゃ厳しいです。はい、めっちゃ厳しいんですが、こういうメールってことは来るってことは、カズブロ、この私に、おめえこれ買えよ、もっと頑張れよっていうメールが来てるってことですね。おめえ頑張んなよ、月1本ぐらいこれ買えんだろって。そういうメールですね、励ましのメール。財布さん、ありがとうございます。カズブロ、頑張ってきます。ありがとうございました。頑張って、このネムマーク、嬉しくないんですよ、このネム見るとですね。私で実はネム持ってんですよ。まあどれだけネム持ってるか、また、おいおいブログで公開してきますけど、はい、このネム、はい、このネムにはいろんなちょっと気持ちが現れるんですけど、はい、今日は財布さんから、カズプロを応援する、メールが届いたというブログでした。今日も皆さん忙しい中覗いてくれてありがとうございました。でですね、今日2018年ですね、かけがえのない一日が過ぎてきます。はい、月で10日ですね、10日を今日終えようとしております。
ます。ご視聴ありがとうございます。皆さんも、いい運が巡ってくるように、皆さんお金持ちになれるように、願いたいと思っております。では失礼いたします。